はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ E アドバンスです。今日はね、こちら EV ガレージ、SR さんに、お邪魔しております。実は EV ガレージさん の, お車になるんですけども、今日はねちょっと試乗の方をさせてもらえるということで、ちょっと見てみましょう。ホンダ E アドバンスということで、いや今日はねちょっと家にねコンセントをつけようと思って、実はこちらの、EV ガレージ SR さんに、ちょっとお邪魔しました。いや今日はねちょっと走りがねどれぐらい違うかっていうのを、乗り味を試してみようと思います。いや可愛いよね、白黒ホンダ E 可愛いよね。ね、慣れたもんよ。お、すげえ綺麗。EV ガレージ SR、 あ、バッテリー残量 71% あります。ホンダ E アドバンスの方が、あれなんですよ、自動駐車ね、自動駐車がついてるのと、馬力がちょっと高いということで、まあトルクはね一緒なんですよ、315やったかな。なんかせっかく馬力がちょっと違うんですよね。でタイヤがね、ミシュランの、パイロットスポーツになります。こちら17インチですね、225-45ZR17。 いやかっこええわな、かっこええわな。でまあこちら充電リットね、皆さんご存知の、こちら 200V で、チャデモ充電ですね。ではちょっと試乗の方をさせてもらいます。ホンダ E アドバンス、今車内、ねやっぱちょっと違うんですよね。ほらこれ電子ミラーとかね、前にね実は電熱線があるんですけど、ホンダ E はねついてないということで、これ若干ねやっぱ電熱線の線が気になるなという感じがします。でまあ天井はねこんな感じで一応開いてますけども、今、なんとお隣、市場の方今日はよろしくお願いします。のっぽさんで今日は行かします。やっぱのっぽさん大きいですよね。すいません、ちょっと身長高くて若干狭さを感じますけど、でかいですよね。私も大きい方なんですけど、まあ市場の方今からしてみようと思います。ホンダ E アドバンス、今日は市場の方させていただいております。いやちょっとねこの乗り味をね、どれぐらい違うかという感じでやっております。シングルペダル今オンにしております。回数が、マックスの3で今運転しております。よっしゃ行くぜ。まあ安全運転でね今日は行こうと思っております。今ちょっと、右へ左へ曲がるワインディングを走っております。やっぱこういうとこを走ると気持ちいいですよね。やっぱこれね私普段ホンダ E 乗ってるんで、もう麻痺してきてるんですけど、この車ね50対50っていうねもう完璧な重量バランスなんですよね、前後バランスが。なのでこういったカーブとかすごいね食いつきがいいんですよね。でバッテリーが側面に、敷いてあるので、すごいやっぱロールがしづらいという特性を持っております。今のところそんなにそんなに変わんねえって感じですけどね。ちょっと後で自動駐車ちょっと試してもいいですかね。はい大丈夫です。シフトレバーとかの操作もしながらできなかったんですけど、はい、これになってから何も操作いらないです。、はい、ボタンを押した瞬間からもう手放して全然結構なんで、ほんまですよね。勝手にっていうかここはめっちゃやりづらいですけど、やっぱ昔ながらのシフトレバーがね、やっぱないとなんか癖が、いやまだ半年ぐらい経つんですかこのボタン操作。最初そのバックとかねやっぱり P を押すとかもやっぱなかなか慣れなかったら難しいので、はい、サイドミラーだけこっち物資屋さんに、はい、ちょっと下げてたもので、ピューッとね電子ミラーこれもそうですよね。これねこれ最初、いやでも僕はこれは結構ね慣れました。あ、慣れました。これが距離感がつかめなかったんですけど、これ戻したら普通のミラーになるので、そうですね、ほんまやすごい。荷物、ま、結構やっぱミニバンとかの場合に後ろ見にくいとかあった時にこれは結構便利だったんですけど、もう今のやつが全てもう入っちゃったって感じ。そうですよね、やっぱなんか荷物を
あの後ろに山積みしても後ろが見えるっていうのは、そうですね、結構いいですよね。安心感。雨の日どうですか。雨の日はやっぱりその水滴とかってやっぱつきますあるので、うん、見にくかったりはしましたね。ああ、なるほど。そうか、こっちのサイドミラーはそんなに気にならなかったですね、あの水滴とかはね、はいはい。ちょっとお店の宣伝もしておきましょう。いや、今日はちょっとあの突然お邪魔して、いきなり試乗までお願いして、ちょっと言いたい放題やってますけども、あのどういった会社になるんですかね。私は新日本住設グループといいまして、はい、あの全国であのソーラーパネルの販売と設置と、はいはい、まあ、行っている会社でございまして、その中で我々 の、まあ、あの EV ガレージ SR というところが、はい、そういう電気自動車とかの販売を主に、活動している、はい、あの会社でございます。あの店舗は神戸になるんですか。実際、まあ、車の関しては、まあ、うちだけしかいないので、はい、ここを発信で全てをやってます。場所どこかなと思ってたんですけど、実はこの辺私の実家の家の近くで、うわ、まさかこんなところにお店がみたいな。かなりびっくりしました。めっちゃ近所やないかっていうことで、なんか縁を感じてました今。いや楽しいな、 YouTube やってて楽しいなと思う瞬間ですね。出会いがやっぱ大事ですよね。太陽光パネルがやっぱ基本メイン、はい、そうですね。あの太陽光のパネルの販売と、まあ、今でいうと蓄電池、あ、蓄電池、はい、あとはもうあの国が住む V2H、はいはいはい、まあ、こういった電気の一貫しての装備を、まあ、になってる感じですね。あれってあのなんか違うんですか。あの国が補助金出してくれるやつと、はい、また該当しないやつってあるんですか。基本的にはあの蓄電池をつける場合、はい、つけあのまあ、V2H をつけていただく場合っていうのが、はい、やはり、まあ、その V2H だけじゃなく、まあ、電気自動車同時購入をした場合がマックス、まあ、80万ぐらい出ますよという形なので、はいはい、まあ、工事部品、はい、あとは電気、まあ、電気自動車の補助金対象になるので、基本的には降りてきますね。ただマックスっていうことは、はい、やっぱ車にもよるってことなんですか。車にはそうですね、車種によって全然変わってきます。あの基本的に大体日本車とかは40万ほどが、あ、40万、はい、あ、40万しか出ないんですか。車はですね。あ、車は、はい、はい、ただまあ一応その国が出してるホームページで車種調べていくと、はい、40万まんまる降りなかったりとか、30何万とかもあったりするので、一応まあ購入の前に何本降りるんかなっていうのは、そうですよね、聞いた方が必ずいいと思います。だから僕も補助金あのなんか普通の国のやつを受けたんですけど、はい、あの走れる距離で、はい、なんか補助金が額は違ってきた感じでしたね。そうですね、結局はその電気自動車どんだけ要はエコな車かっていうのが一番多いので、はい、まあ、今とも多分日本でリーフさんが、まあ、そうですよね、もらえるので、リーフもあのなんか長い距離走るやつありますもんね。ありますあります。ニスモとかたらちょっと低かったと思うんですよね。あ、やっぱスポーツタイプになっちゃう。そうですね。なるほど。いや、僕のあれです、あの単純にちょっと 200V の電源を家につけたかったっていうだけで、はいはい、今日ちょっと来させてもらったんですけど、そういうのも普通にやってるってことなんですかね。ルールの方ではもちろんそこの関係は全てできますので、ご相談っていうのは、うん、いつもいただければってなります。だから、まあ、YouTube の方とかでも、まあ、車の方ですね、はいはい、YouTube チャンネルこちらください。概要欄貼ってます。でそこで、まあ、いろんな車の発信の方と、はい、まあ、電気自動車を、まあ、広めていきたいというのがありますので、はい、その辺はどん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 僕らも広めていってますので、はい、わかりました。それに付随すればそういう V2H とかの話の方も、うん、あのご用意いただければ、はい、あのお断りはさせていただきます。いや、でもこれから多くなるんじゃないですかね。電気自動車、そうですね、まあ今世界でやっぱそういう動きになってきてますので、はい、まあ、日本だけがじゃあしないというわけにいかないですし。そうですよね。で、まあ、補助金、まあ、今は逆に言うとチャンスかなという感じしますね。やっぱ補助金があるとないとで全然やっぱ変わってきますので、まあ、その辺ちょっと鑑みて、まあ、早めにつけるっていうのもお得かなという考えしますね。でやっぱね、あの今これホンダ E 乗って思ってるんですけど、やっぱりね、あの内燃式の車とあの明らかにやっぱ差がありますよね。このトルクの出方といいますか、このスムーズな走りといいますか、やっぱりあの車好きの方にも乗っていただきたいし、あの逆にあの結構補助してくれる、この車がね、あの安全に
て支援してくれるっていう機能がありますので、結構運転がね私自信がないという奥様とかいろんな方にね幅広く乗っていただけたらいいなと思います。今このホンダ E に関しても、まあ、ホンダでの一番いい安全装備も入ってますし、はい、やっぱり運転が怖いって方からすると、まあ、一つ、まあ、挑戦するというか、そうですね、まあ、練習すれば全然いいと思いますし、はい、いやでも本当にね高速富士山まで行ったことあるんですよ。あ、そうなんですか。片道400キロぐらいですよ、はいはいはい、で途中でこのホンダ E で5回チャージ急速充電5回。5回ですか、はい、でもねめっちゃ楽やったんですよ。その充電時間は、うん、あれだったんですけど、高速道路で半自動運転っていうのが、ね、この LKAS っていうんですけど、はい、このハンドルがこう補助してくれるのと、ACC の、前に追尾してね、そうですね、まあ、自動でアクセル踏んでもらうというものがついてるんで、まあ、それがその2つがあるとね、かなりやっぱ長距離って楽だなと思いましたね。軽くハンドルを握っとくだけで、まあ、車速と車線を守ってくれるので、はい、で今のやつはおっしゃるんですけど、全 車速でやります、はい、前が止まったら、そうですよね、一点止まってくれる。これゼロから行きますもんね。ゼロから行きます。いや、ほんま神ってる。ほんま神ってるよ、これ。これはね、最初怖かったですけどね。止まろうかなとかの心配ありましたけど。いや、でもこれ体験したらもう戻れねえって感じしますよね。高速道路ボタン押したくなりますもんね。はい、今僕の車用車全然ついてないんですけど、しんどくなりますよね。そうですね。オートクルーズがないと。でまたこのホンダ E がね、そんなに大きくないんで、やっぱこっち乗ろうかなと思いますよね。なんかそうですね。やっぱ同じ2台車あったとしても、近所行くぐらいだったら絶対こっちがええわみたいな。楽です。もちろん電気代っていう部分ね、やっぱり。そうなんですよね。電気のまあこうね、ガソリン代が浮いてきますし、はい、そこは全然。いやでも実際ガソリンと電気代ってやっぱ電気代の方が安いですけど、今税金がねやっぱガソリン税っていうのがあれ入ってるから、電気もそのうち電気税みたいなわけのわからない、なんかでも走行税みたいなね、なんか EV でも出てくるんちゃうかっていう噂はありますけど、そんなにいじめんといてくれと。せっかくね電気にこう向けて動こうっていう時に、ね、ちょっとブレーキかけちゃうじゃないですか、はいはい、そういうのってね。もう電気はまず電気でちょっと普及しちゃう。いやー本当ですよ。しっかりと。でも逆に言うたら、そう税金かけられる前に、今この税がねちょっと優遇されてるこの時期に、そうですね、やっぱ乗るっていうのはありだなと思いましたね。自動車税自体もやっぱり安くなりますし、はい、じゃあそのガソリン代っていうのを普段考えてる方からすると、電気代で全て賄えるときに、うん、じゃあガソリン代いらんやんっていう一つのね、はい、お得感はすごいありますし、そうですね。でしかもね、家にコンセントあったら朝起きたら 100% ですよ。充電されてると。そんな楽な話ないですよ。もうガソリンスタンドに行かなくていいっていうね。そうです。いや、その手間が省けるだけでもすごい便利だなと思いますね。ちょっとまあうちの宣伝じゃないですけど、はい、太陽光パネルがあれば、そうですよね、日中それで充電できるので、はい、まあ、災害時にもね、あれ助かりますもんね。はい、3年前に大阪を襲った台風の時に結構停電があって、はい、あれの後に結構やっぱその蓄電池をつけとこうっていう方が増えたそうで、はい、やっぱりいざって時に電気ってすごい大事で、はい、夜に起きるともう足元見えなくて危なくなっちゃいますので、うん、で今やっぱ家電もねすごい普及してきて、やっぱ電気があったら大概ねガスなくても電気があればなんとかなるんですよ。そうですね。水はあかんけど、やっぱガスの分は電気で応用できるん で、 そうです。やっぱバッテリーってすごい重要だなんだなと思いましたね。間違いです。いやね、V2H って言うんでしたっけ。はい、V2H。 あれ大体どんなもんなんですか。もう正直その設置するのはもうあれなんですけど、値段っていうのは正直バラバラなんで、はいはい、なんですよ。まあ大体まあ、200万ぐらい。ああ、結構いきますね。かかってくるんですよね。はい、だから200万ぐらいかかってくるものを、じゃあ得するではなく、はい、じゃあいざという時にまあその備えとして置いとくっていうのは一つ使えるので、はい、あ、なるほど、はい、まあ、やっぱ安心して買っていきましょうっていう。そうですよね。負債じゃなくて資産と思ってもらえば、ね、はい、いいと思います。
はい、どうも今日は資料の長々と突然来てありがとうございます。ちょっとあの、はい、全然喋るのが下手くそなんで。あ、いえいえ。いやで本題の感想を言ってなかった。あ、でもちょっと足がゴツゴツするっていう。なんかそれぐらいで、あの出力関係とか乗り味は一緒でした。あのほぼ一緒です。やっぱタイヤのインチが太いっていうのと、あのね、あの履いてるタイヤが違うので、その辺が乗り味はちょっと変わるな、ゴツゴツするなっていう感じがしました。はい、というわけで今日はあの EV ガレージ SR さんに急にお邪魔して本題を試乗するという動画でございました。私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。あの SR さんのお願いします。のっぽさんのやつもよろしくお願いします。じゃあね、ボーイ。